legs on easily. Look at push right hand and where left hand should be. This side. そこでですね、
그러니까 左足に体重が乗ってますよね。で、そのまままっすぐに引くことがあるんですから、受けは右足を回して、足を、つま先を斜めに詰めるように回して、受け身をする。はい、やってみましょう。受け、受け身を見れたら、そうです。今の受け身が、5点。だから、このリズムがすごい厚みな受け身にならないと、これはダメなんです。もう一回やってみましょう。左足。そう、ハードルで受け身が逆落とし。右足をくるとサイドウェイと受け身。そして右足は畳につかないんです。浮かせたまま受け身をする。And the right foot for the hook shouldn't be touched on the ground. それから1本目の肉だけですね。まず本命。投げないで入る体勢やってください。肉だけ。And now 肉だけ。はい、そこでですね、トリトーは体を発展します。左足をわずかに引きます。左足をわずかに引きます。存在を持ってなくてと、で、右足を相手の右足と、こういうふうな踏み方をするんですね。足が。左足を見て右足を踏み込む。そうしますとですね、受けの体はもうねじれちゃうわけです。右足に体重が乗って崩れちゃう。ちょっと、受けずボディを踏み左足を引いて、右足を踏み込みますと、はい、そのまま体を横に回すようにして、トリガータイムをしています。And the trigger use the arm to turn. それで、正確だけ、正確だ。頭をこっちでいらして、こっちに戻してください。And the trigger use the arm to turn. 左足を引いて、右足を踏み込んで。あ、今度はいいですね。こういうぐらいのダイメンション、取り方をしましょう。はい。なんか、ありがとうございました。他にご質問どうでしょうか？クエスチョン。So, before the question の方、it was a 祈祷部の方、and they don't call it in the 表 and 裏。First, Ura is a mudam. Mudam is there's no cut between the techniques. So, omote is like a technique. There's a dan. Dan means like a one technique stop and another technique stop. But in the Ura techniques, there's no cut between. So the continuous movement. And also important point is in Ura techniques, when Uke is attacking at the same time, Tori have to go into the like, technique. It's not, there's no different time differences. これ抱えました。そこでですね、背負い落として投げるわけですけれども、受けの投げてみてください。今の投げられた位置っていうのは、頭は鳥の前におりますけど、体全体がこっちで横倒しになってますので、それが鳥の真正面の心の方に到達します。So, Uke's position after the throw should be like this. こういう倒れ方をしなきゃいかん。で、こういう倒れて起き上がりました。起き上がった時、ちょうど Uke の真前にいる。So, Uke の倒れ方をしなきゃいけない。これが横倒しに倒れてる。横倒しに倒れてる。それで起き上がりました。起き上がりますと、Uke の時は対面しません。全然間違いないと思って立っちゃう。ですから、投げる時には、頭前に倒れて頭を取り除く受けて拒否するという形になることが大事なので、そこでもう一回やってみて、着地を抱えてみて。Must be throw, must throw the toy just in front of your body, not to the side. 抱え方の問題なんですけれども、
10分間休憩に入ります。 We will take a break now and quarter to four. Please start again. Oh, sorry. Quarter to four. Sumimasen.